こんにちは、山口県産田中みかんです。毎日メイクを紹介したいと思います。イエーイ。てかモーニングルーティーンで、ね、毎日メイクをしてないことを晒してしまった上でこうやって言うのもあれなんだけど、今からね、私やっぱ予定があって、友達に今から飲まないって言って呼ばれたんですけど、二次会からね呼ばれたんですよね。一次会のうちにみんな酔っ払って、いい感じになってるわけなんですよね。で、私だけそのシラフで行くわけにも、いや別にいいんやろうけど、シラフで行っていいんやろうけど、なんか私的にこう同じテンションでイエーイって会いたいなって思って、お酒を飲みながら、毎日メイクをしていきたいと思います。こちらですね、氷結のねグレープフルーツになっております。まあ、普通に私缶チューハイだったらね、氷結のねグレープフルーツが一番好きかもしれないです。乾杯。おいしい。うん、うん、おいしい。口の中にねウインナーとかを入れて飲むんですよ。メイクやるわ。はい、ということでね、下地なんですけど、クリニークのイーブンベターシティブラックプロテクション日焼け止めクリームです。これをね下地代わりに使ってます。このぐらい取って、これね伸ばしていきます。で、私の場合はね、まぶたがすごく血管がね見えてて、なんか気持ち悪い感じになってるので、多分皮膚が薄いんだと思うんですけど、なのでね、ここのまぶたの上にも結構つけます。色付きなんですよね、 SPF40 で、今の季節にめちゃくちゃおすすめだと思います。こんな感じで塗れましたら、白いタイプのねコンシーラーなんですけど、その上にファンデを塗ったらすごくいい感じにねクマを消してくれます。はい、こんな感じで塗りましたら、なんか目の下がちょっとね白っぽくて気持ち悪いっていう感じになっております。ということでね、この上からまたリキッドファンデを塗っていきます。本当にねクリニークの肌に塗る系っていうのは、これはね皮膚科の先生と一緒に作ったよみたいな感じのやつなので、これスポンジでこうやって伸ばしていきます。こう叩きながらこう伸ばしていくっていう感じにしてます。私は多分結構ね、朝急いでる人とかって結構食べながらメイクしたりとか、スープ飲みながらメイクしたりとか、そういう人多分多いんじゃないかなって思います。どうでしょうか。ということで寝れました。ナチュラルにカバーできる感じです。これはクリニークのスーパーブレンデッドフェイスパウダーですの05番。これはねちっちゃいねラメがねピラピラって入っとってね、すごいね顔をねパッて明るく見せてくれます。あ、なんでこっちを見てメイクしてるかっていうと、こっちに単純に鏡があるからで、なんか こっちを向いて化粧するのが癖みたいな、なんかこういうなんかキモいやつではないので、ちょっと安心してこのチャンネルを見ていただければと思っております。よろしくお願いします、田中みかん。これを塗るとね、なんか一枚ベールをまとったみたいな感じです。肌をね、ふわっとね、見せてくれます。はい、ということで、のデザイニングアイブロウ NEX5番、ブラウン系です。これのね一番真ん中の色を取って眉毛にシュッシュッとやっていきます。で、私は結構眉毛はもうすでに形成されているというか、もうこの枠をなぞるだけっていう感じです。で、ちょっとねここだけ伸ばします。なんでかっていうと、私はね結構面長というか、まあちょっと顔が眉毛を伸ばすことによって、なんか面長がちょっとね目立たなくなるらしいので、それはね他の YouTuber さんのね動画で見ました。こんな感じで中を埋めていきます。眉毛がさない人いるじゃんか、ね、こういう平安時代みたいな人、よくさ眉毛をあんな綺麗な形に描けるなって思った。だってさ、ブラシでぼかしていきます。まあ気持ちよ、気持ち。こんなんのはふわふわ眉毛みたいなイメージ
イメージすることが大事。そう、うまくいかないことだってあるわけよ。なんかね、まあ恋愛だったり仕事だったりとかね、私だってさ、いろいろまあやりたいことだとかね、いろいろあるわけですよ。でもそれをあの人に、まあ私はね、結構、まあ、やっぱりバカにされたりするわけですよ。もうリア友とかにもバカにされるし、前の私がやってたカテゴリーのね、人とかもバカにしてきます。ちゃんとね、ちゃんとバカにしてくる。なんかみかんの動画おもんないし、興味ないし、なんかあげん方がマジとか言われたことまであります。でもね、それね、そんなんで諦めるよじゃあ負けですよ。あの、何が大事かって、本当に自分のやりたいことをね、やっていくっていうのが大事。人に笑われようが、ずっとね、こうやってね、底辺でもね、やっていくことが大事。こうやってね、底辺でやっていく、やっぱりね、動画のクオリティがちょっと飽きたね。いいのよ、そんな話は。もっと楽しい話しよっか。じゃあ、私の恋愛の話をしよう。今はね、恋愛はしてません。なんでこんなに私が結婚とかなんかそういうこと言うかっていうと、もう田舎ってすごくちょっと遠い。あ、田舎暮らしってなんか待って、メイクしないと。田舎ってめちゃくちゃ結婚の早いイメージがちょっとあると思うんやけど、やっぱ都会ってさ、なんかいろいろ遊ぶとことかあるわけじゃんか。めちゃくちゃこれね、コスメ、あ、もうこれね、コスメデコルテでね、アイグロウジェム BE387 アイカラーです。で、私は、めちゃくちゃめんどくさがり屋なので、まぶたのアイシャドウはこの一つだけでね、行っております。もうこの一色だけで割とね、グラデーションがね、できたりとかね、しまして。これね、しかもね、ツヤっと見せてくれるんよね、なんかすごく。ほら、めっちゃラメがね、結構入ってて、そうするとね、ほら見て、鏡で見たらすっごい綺麗なんだけど、これ伝わってるかな、これ。こっちの顔見たらめっちゃブスやん。ブスやん。もうやだ。こんな顔じゃ外に出られない。だから今からメイクしていくよ。こんな感じでアイシャドウが塗れました。なんか缶チューハイってさ、しっかり酔わせてくれるけさ、なんかすごい好きなんよね。なんかやっぱお店のさ、居酒屋のさ、お酒とかってさ、なんかやっぱもう手加減じゃん。手加減じゃねえよ、手下げ、なんていうんかい、あいのね、手探りじゃなくてなんかさじ加減さじ加減なわけじゃんか。みんな、あの店員さんのね、缶チューハイってね、もうお酒が均等に入ってるわけやから、オーブクチュールの、ハーブクカッ、あ、インプレッションアイズ2503番です。オレンジのね、真ん中結構使ってるんですけど、これを下まぶたにのせていきます。で、これをすることによってすごくね、大人っぽく見えるんですよね、なんか。で、私はね、もともとね、オレンジ系がね、すごく似合う人種なので、でね、こんな感じで引きましたら、キスミヘビーローテンションの04番ナチュラルブラウンです。やっていきまーす。待って、とりあえずあれしよう。ハイライト。これをね、眉毛に。これ眉毛なんか、これ。じゃあここはなんか、この3本線と、あと眉毛の上。で、これがね、キャンメイクのグロールフルハイライターです。眉毛をしていきます。このマスカラで、こういう風に、眉毛を上げていきます。マスカラじゃないわ、なんていうこれ、マスカラか。キャンメイクの、クイックラッシュカーラーみたいな。これ本当にもうこれがないと私生きていけないぐらい、本当にこれは必需品となりました。めちゃくちゃおすすめしている。つまり、めちゃくちゃおすすめをしているということ。本当にキープ力が違うんだから。まあ、この上のやつを乾かしている間に下まつげを描いていきます。時間がそろそろね、本当にやばくなってきたので、ちょっと待って、一旦ね、お酒を飲みたいと。不老不死のモテマスカラのね、で、これマイクロってやつなんですけども、こう縦に塗っていきます、こう。こう横に動かす感じで。ダマになりにくくて、めちゃくちゃ塗りやすい。あ、これは、不老不死だ。あ、これも不老不死ですね。不老不死。垂れ目にしていきます。こんな感じで、垂れ目です。やっぱりね、今時、つかね、なんかあれで見たんやけどさ、モテマスカラリペアのロングです。自然のまつげ、あんまりまつげバサバサっていうのが似合わないので、本当に自然なね、ということでね、片目だけ、あっちょ、自然なコスメデコルテクリームブラッシュ PK853。 やっぱ大人っぽくね、塗りたいんで、この辺ですね、この辺とこの辺に塗っていきます。結構ほんのりって感じ。
これはロコベースっていうね、薬局で売ってあるやつ。イヴ・サンローランの口紅でナンバー17番です。踊ってみたのね、わたちゃんっていう子にもらったんですけど、すっごくねお気に入りでめちゃくちゃ使ってるのね。一生使ってる。これ本当にいい色、私に合っている色っていうか、ほら発色もすごくいいのよ。一塗りだけでめちゃくちゃ発色がいい。これぜひ買ってみた。どこでしょうか。本日も動画、化粧する日は全部使ってる。グラムロックメタリックグログロス03番ですね。これね本当に重ねたらすごくいい色になります。オレンジみたいな感じなんやけど、ほんとちょっとでいい。結構発色してくれるけど、もっとオレンジ味の増したなんか色でめっちゃいい色になるんですよね。これがいいです。はい、でちょっと忘れてたんですけど、目頭のところに下のところをこんなかちょっとね、本当に気持ちここをちょっとちょんちょんちょんってね、こんな感じで。ノーズシャドウはこのケイトのやつの一番下のやつを使って、こことここね、とあとはこの小鼻のとこをね、こうでね、これつなげないことによってすごく鼻が自然に高く見えるので、めちゃくちゃおすすめです。はい、ということでこんな感じで完成しましたので、髪型とね衣装チェンジをやってからもう早く向かいたいと思います。やばい、ちょっと待って、一回衣装チェンジしてきます。ということでこんな感じでね、服を着替えて髪型もねチェンジして、ちゃんとお出かけ仕様になることができました。今回ね、私の毎日メイクいかがだったでしょうか。お酒飲みながらということであんまり伝わらなかったこともね多いかもしれないんですけれども、ちゃんとねお酒も一本なくなったということでね、ちょっと好きっぱらにねお酒はねちょっと良くないですね。ね、ここが1軒目ということでね、これから2軒目飲みに行きたいと思います。はい、ということでね、本日も動画見てくれてありがとうございました。なんか楽しそうだなとかね、一緒にお酒飲みたいなっていう人はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。 Twitter とインスタもやってますので、そちらの方もフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの。